今日はその復活したイエス様が日曜日の朝復活してくるんですけれども、その日の夕方、弟子たちは集まっていました、まあ、それはユダヤ人は恐れてですけれどもね、1人で入れなかった怖くて、だから集まったんですけど、そこに来てくださった、そこのところをね今日は学びたいと思います。セッション入っていきますね、19節から、ヨハネの20章の19節から、その日、その日っていうのは、えっと、その復活した日の朝ですね、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであったと。えっと、日曜日は週の初めです。 でも、日曜日スタートのカレンダーを探すのは手帳を探すのは難しいんですね、日本では。探したことあります、別に普通に買ってますか私は必ず日曜日スタートの買おうと思うとなかなか見つからないんですよね、日本人の感覚は月曜日から一生懸命働いて終わって日曜日は休むというそういう感じなんですね。ところが、そうじゃないんです、週の初イエス様復活したその日曜日にまず神様をお願いし、神様を褒めたたえて、そして1週間が始まる。 そうですね、でこれを、ね、どう覚えてください、ね、だから週の初めの日なんです、日、ね、日曜日の朝,、まあ、朝復活したんですけども、その夕方、ね、弟子たちがいたところではユダヤ人を襲いとがしめてあった、どうしてユダヤ人を襲いでいたかというと、イエス様の弟子だったので、イエス様を妬み、イエス様を憎んで捕まえて殺した人たちがいる、でその人たちがイエス様の弟子も捕まえて殺すかもしれない、怖かったんですね、いくつかあります、この時一つはです、ね、弟子たちは イエス様に本当に、えっと、呼ばれてもうそこで全部捨てて漁師、えーねまあの人たちは網を捨てて自然の人はその仕事を捨ててそしてこう神様について行ってイエス様についていったでこの方がスいーニだと思ったスキーニスっのはどういうことだったら、まあ、我々は今分かってます永遠の命です神の国、ね、永遠の世界ですけども、えっと、当時は実際にイスラエルという国を復興してくださる、ね、あのあのローマの支配にあったから再びイスラエルの国を耐えてくださるってそのことを考えていた だから、えっと、この段階ではまだ彼らはそう思っているからきっとイエス様やってが奇跡もこなれるしこんだけ人気もあるしきっとこの再び最後の国を復興してくださると思ってもう人生をかけてきたんですね。ねで、イエス様と共にいて本当にイエス様の愛に感動してイエス様は大好きだったわけですよ。ところがそのイエス様は十字架にかかるだからあのペトロが十字架にかかるってね言われたときにあのそんなはずはないとか言っ,て言ったのはそういうことなんですね。だサガレ下サタンと言われましたけどそして実際十字架にかかってイエス様は死んでしまいました。 ね、復活するとは思ってないからまだこの段階でね一とはね一番大事なエス様の十字架の時に捕まった時にみんな逃げるんですね本当にエスタ様愛してて大好きだったどこまでもついていくってこう言ってたのに逃げちゃうでペテルは本当に愛したんですねであの一回逃げるんですけどやっぱり気になって仕方ないからね 離れ,ず離,れ離れずつかずこうついていくわけですね。<laughs> な,んかあのなんかペトルって何ともペトルみたい人いるでしょう。ところが、そのね、あのペトルはそうやってたらやっぱり弟子だからいつも一緒にいたから何人かがねあ、お前一緒にいたなって言ったときにです、ね、いや、そんなこと仲ばいい仲ばいいとか言ったらね、鉛でわかるととか言われて、ですねどうだったかと,いうと結局、否定するわけですね。でせっかくついていったんだけども、エス様に言われた通り、 3階なんで、いなんだ直後に鶏が鳴くんですよ。ルカの福音書だけでは書いてますね。あのその時振り向いたら振り向いたやつ様と目が合ったってね、あの私、ね、どっかでえ映画というか動画を作りたいんですね。この時の眼なしはね、誰ができるか、本当にこうペテロとのこうもうちょっと言葉にならない、その後男泣きで合流しますけど、ペテロは。だから、それはペテロは代表だけど、他の弟子たちだって逃げてるから、ね。 イエス様を裏切った。イエス様を見捨ててしまった。一番大事な時に自分はイエス様のそばにいなかった。あんなに愛していたのに、どこでもついていこうと思っていたのにってことでもう,もう本当になんていうか落胆と失望と自分に対しての惨めさがあったと思う。一つは。でもう一つは、この方が絶対復興してくださると思うと、もう少し期待してたのに、まさか死ぬと思ってない。最後まで諦めなかったのに何か起こると思ったんだけど、死んじゃった。ね。絶望感ですよね。この人にかけてたから。もう、だからその絶望感と、 それから、自分に対するもう情けなさ、言葉にならない情けなさ、なんか、それと、ユダヤ人が殺すかもしれない、捕まえて殺すかもしれない、恐れ、そういうことが入り混じって、もちょっと、やりきれない気持ちで、一人で入れないんですよ、怖いから、捕まった殺され、それで集まってた。ね、そこに様がやってきたんですね。で、皆さんね、私の人生の中でね、あの、こう全部重なる時もあれば、 全部とは言わないけれども自分自身に落胆するときがあったりあ期待してたのにダメ例えばこの春ねこの春は普通はあの卒業入学,入学のシーズンあるいは、えー、卒業入社のシーズンですから普通はですね2次会3次会までみんなでお花見も行くわけですところが今年はコロナでそれどころではない飲食業界の方は本当に大変ですよねちょ,っとちょっと売り上げが9割減とかね ちょっとすごいのはちょっと大変だろうと思うんですけどね、でさあこの春って、ね、こう期待してた、いろんな意味でいろんな人が、でも、それはならないで、ねで、そういう中でなすごい落胆してる人たちとか、落胆で終わらない、生活がかかっている人っていっぱいいると思うんですよね、でこの時弟子たちはこう自分に対する情けなさと、それからがっかりしてしまう、う本当に期待してたものがそうなかったら落胆と、それと恐れです、もう殺せませんいってね、それの中にいたわけです。 でそこにイエス様は来られたでもしこの中の一つでもあなたがあったらあなたはおそらくね自分から主の方向に、ね、行く方がいいに決まってるんです「イエス様ってねでも「イエス様って行く力もなくてもうがっあまりにがっかりしてたり「そのイエス様って言,言えないぐらい自分自身が情けなくてこう自分を責めていたりしたとしたら主の方があなたのところに来られます。 イエス様のの方があなたとこに来てくださいますこの時、イエス様は戸を閉めてあったんですで。復活した体だからね、その戸は通り抜けられるんです、もちろん。復活した体だから。ね、この肉では通れませんよ。でも復活した体が通り抜けれるんですけども、今は、ねまあ、あのから体に直接れることは稀にあるでしょうけども、普通はそうじゃないけど、本当に来てくださいます。あなたのところに。こうしててほしいんですね。 この時弟子たちの方にエス様の方から来たんですね。だって復活したんですけれども、弟子たちはもうなんかがっかりしてて、ね、あの女たち会いに行きましたけども、これでこう来たんですね。で、エス様が来てくださった。で、戸を閉めてね、こう隠れた。これね、うん、だから戸を閉めて隠れて恐れてる弟子の役はできそうだな。<laughs> <laughs> 誰がキリストの役をするかってですけどねエス様と帰ってきた。で、さそこで質問です、皆さん。ね えと寝,て寝てられませんよ。<laughs> 知ってんですね、何がというとね、あなたがエッ様の立場だったら、ね、そうやって自分を、まあ、裏切ったとこ声があるけど、一番十字架の時にね、一番いてほしい十字架の時に逃げていった。そして、ペトロに限った、ねえー、ト鶏が寝たく前にサンドラグリって、本当にそうなった。ね、そのペトロ、でしかもあのイエッ様を慕したというよりも、あのユダヤ人のこと徳まんのは怖くて。 隠れて怯えている弟子たちねいるわけですよ。そういう状況であなたがあの来たとき、何て言います、最初。イエス様ね、こう書いてある。S さまが来られて、真ん中に立って、ね、みんなの真ん中に立ってね、あなた方に平安があるように。これ、えっと、これギリシャ語なんですけど、言語は、イ、えっと、エス様はもちろんヘブル語、アラム語喋っしましたから、シャロームと言われたんです。シャロームというのはね、 単におはようとかこう寝ちゃってね日本語で訳したんでそうじゃない、これは。平安があるようにってことだけど、神が共にいるから平安がありますように。神が共にいるから、本当に平安になって、喜びと命にみなぎってくるっていう、そその神が共にいることから来る平安、喜びと命がみなぎるって、そういうことなんですね。死が共にいる平安と祝福があふれるっいう意味なんですね。シャロームってのはで。イスラエルでは会うとシャローム、帰るときもシャローム。 神様は共にいて、祝福と平安がありますように、祝福と守りがありますように、もう命と喜びをみなぎりますようにでそういうことを挨拶するんです、これ。で、S 様は一番最初来たときに、もう学会する弟子さんのところに来て、シャローンというであなた方は裏切って逃げていったけど、ね、そしてあなた方はもう私は死んだとも絶望してるけど、見てごらんって、私は生きてるよ、そしてここにいるよって、そしてあなた方を責めてないです怒ってないって、一緒にいるよ、シャローン 「大丈夫だよ」って「今でもあなた方を愛していて見捨ててないよ一緒にいるよ」って言ったんですよねこれはねまさに神です言えますまあえっと年を取ってだいぶ私も通よになってきました通よになってきたというよりも鈍くなってきたのかもしれません <laughs> その時にですね例えばあのでもね下手をしたらですねよく村木行ったなとかですね ね、お前逃げていっただろうとかねそこまで言わなくてもねもうちょっと明るくユーモラスにやってきてね,ね何をするかっペテトの前にゴッと笑ってね「コケコッコー!」とかね <laughs> いや笑いますけどね明るく言ってますけど人って悲しいけれど一言言わずにはいれないんじゃないですかねいやあるいは言わなくても目は,目は怖かったりしませんかね。 イエス様のね、まなしはね、ものすごくね、温かかったと思う。そして、シャローんって言われたんですよ。だからこのあとねで、しかもほら、手と足をむして、手と胸をむしてね、こ復活した新しい体ではあるけど、ちゃんとね、あねほら、十字がかったこ、ね、突き刺されたその胸とこの、ね、この、く打たれた海をして、ほら、ほら、間違いなく十字架って渡したよってこう言ったんですよね。本当にイエス様だって分かったときに弟子たちは、 を見て喜んだって書いてあるけど嬉しかったと思います。「イエス様生きてた!」って「蘇みってきた!」ってびっくりしたでしょうね。で本当に嬉しかったと思う。それとそのイエス様が全然自分たちを責めてない怒ってない裏切ったのにそのことに関して怒ってない本当に許しく受け取ってくれているそしてシャロームってことはこれからも一緒にいるって言ってくれているってことが嬉しかったと思いますよこれは。あのと息子がですねあの帰ってきた時にお父さんが走って行ってお父さんが抱きしめるじゃないですか。 お父さんあの息子がお父さんごめんって謝るじゃないですかその瞬間ねいつも言いますけど酔ってあるんですよねあの子羊をほぐれっていうのとね上着を着せろっていうのと靴を履かせろってねあるんですけど一番私があのは指輪をはめろって言うんですよね総独家になる息子が指輪を持ってたけど指輪をはめろってことはおそらく指輪を売り飛ばしてそれもそれももう砲塔断前してで指輪はめてなかったんです抱きしめた瞬間に 息子の指から指輪がなくなっているのが分,分かった瞬間にそれで売り飛ばして報道したことが分かっているんだよねでも抱きしめて一言も責めないですぐに本当のしもべにねもう許してくださいしもべでいいんです雇いで人でいいんですと言っているのに指輪をはめろと言ったら、ね、何言ってんのお前ってお前は今でも俺の息子なんだって大切な息子なんださあ、指輪をはめろって言ったんですよねあれはね私はすごい感動するんです昔は息子として感動したんですけど最近父親として感動します。 確かでこの時、エス様はあのシャロームと言われた時に弟子たちはあ今でも同じように愛してくださっているって今でも弟子としてあの選んでくださっているって言葉にならない嬉しさだったと思いますよだから賞味で喜んだんですね,あってね,これねで皆さんねあの人生にはすごく調子のいい時もあれば調子の良くない時もあるでその時に えーまあ、やっぱり普通は落ち込むと思うでクリスチャンって真面目な人が多いんですよねクリスチャンになったら真面目に真面目さが増し加わって T 字はちょっと違うところもありますけど <laughs> 増し加わってそして、あのー、できないと、ね、自分を責め立てるっていうパターンの人が多いんですクリスチャン日本のクリスチャン多いんですよねできなかったら認めてくださいできないってことね隠さない認める神様の前にできません罪深いですってでも責め立てない そんな私を許してくださりそんな私を愛してくださりそんな私を選び続けてくれるそんな私を変わらないで愛して立て上げてくれる諦めない自分で自分を諦めてしまうことありませんか自分のこともうでもその自分を諦めないで愛し続けてくれるそのイエス様なんですよねそのが愛なんですよねイエス様はこの時ねシャローンってきたんですよまずですごいのはねまず最初さてはシャローって言って弟子たちが本当にあ生きてた 言い付けてるってほっとしてよかったと思ってこう喜んだわけですよね。でそして喜べたときに次のことを言うんですよ。もう一遍言われます。平安があなた方になるように、シャローム。もう一遍シャロームって言った後に、今度は、地が私を使わせたように私もあなた方を使わします。私が、ね、この地上に来て十字架に勝ったように私もあなた方を使わせていくよって言ったんですよね。使命を与えるんです。 で選びは変わってない、あなた方に使命がある、これから使わせていくというんですけれども、考えてみれば、これね、地が私を使わせたよねっていうのは、地なる神様からエス様は使わされてきた、どっから、天国から。非常に祝福された罪のない世界、ね、時間に制約されない世界、場所に制約されない世界から、神でられた方が人となってこられた、もちろん私たちは、ね、根本的に違いますけれども、しかし、私たちが今いる場所は祝福されていたとしても、そこから神様は、 使わすす場所があるんです必ずしもそれはね自分たちにとってねいいとは限らない大体宣教師が行く時っていうのはね多くの場合は、えっと、今いる生活とは違う場所に行きますし違う環境の中に入っていくんですね,ねでキリストが入っていった国っていうのはねどんどん進展していっていくんですね見事ですよねあの親、ー、父だから言いにくいですけどね 隣の大きな国がありますけどもねあの、共産権で長い間大変でしたけども、解放されてからすごく発展してますけど、20世紀最もクリスチャン増えたのは中国です。とアフリカです。20世紀最も伸びたのは中国です。皆無関係と思わなかですが歴史を見たら分かります。歴史を見たら明らかですあの。生きたクリスチャンね 単にあのあの国が発表するクリスチャンじゃなくて本当に来たクリスチャンがガーっと増えてきたのは20世紀中国とアフリカなんですけどすごいあってしまって使わされていくときにね使わでも面もいのはエス、えっと、様はこう天国から地上に来て十字架を負ったわけですねで十字架で、えー、最後許してジョブに行ってくださったんで我々はエス様のな十字架は消し取りません誰かの代わりはできません ただ、地上で生きていくときに小さな十字架を置くことがあります、ねで。死に使わされた場所は十字架があると思ってください。死に使わされた場所は友達は最高、先生も抜群、もう何をやっても祝福になるんですけども、そうなる前に、最悪 <laughs> なんで <laughs> 神様が送ったのにどうしてってこう思いたくなることが起こります。父が使わせたように私もあなたはどう使わせましたから、ら死に使わされていく場所っていうのは本当に祝福なんですよ、祝福だけど、その祝福が現れる前に十字架を通ることがある。で、一番の極めつきは、ね、十字架で、イエス様は何されたか許しをされたんです、許せないようなことが起こる。 イエスサの十字架の履歴は100%イエスサは間違っていませんから我々の場合は我々も罪がありますけれどもしかしそれでもやっぱり相手が悪いというかなんで私が許さなきゃいけないのというようなことが許されることがありますそれは、ね、次見たら分かるんですでそうしてこう言われると彼らに息を吹かけて言われたれ息を吹かけたのは象徴ですね精霊を受けなさいってでこの段階で弟子たちは精霊,精霊を受けてないから精霊を受けなきゃいけないう我々はもう教え受けているんです精霊はいらっしゃるんですただ 聖霊はいらっしゃるんですけど、その精霊に満たされていることと聖霊があることは別なんですね。ある方は聖霊はいらっしゃるんですけども、聖霊様に時々ですね、聖霊様って、ね、どうぞお休みくださいって、しばらく私は自由に生きたい、<laughs> 自由にっては罪のままに生きたいってことですよ、<laughs> ね、本当の自由は人と共にしかないから、ね、でこうそ,そういう言い方をするん、聖霊様と一緒に生きるとそうじゃないんですけど、聖霊様に満たされる、聖霊様と共に歩みをしておられるんですよね。 えなんて言ったあなた方は誰かの罪を許すならその人の罪を許されあなた方は誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残りますと書いてある復活した主がシャロームと言ってその後に使わせてくださるって使命を与えてくださるとき何てったね許しを言われたんですよ。で、聖霊の助けがないと許せませんよと言ったんですよ。聖、ね、霊の助けがあったら許せるんです。聖霊の助けがないと許せないんです。私はクリスチャンのに許せないと思ってる人。 全然普通です。クリスチャンも人間なんです。我々は罪人なんです。地上にいる限り肉があるんです。私たち肉では許せないんです。クリスチャンだからって無理です。でも、聖霊様の力をいただいて聖霊様と共に行くと許せる力が来るんです。だから聖霊を受けなさいなんですね。あの私はいつも、ね、何度も繰り返し話しましたけども、えっとえー、トマス・ムーティーね、ケニアの。 彼が来た時に長崎に説教しましたけれども彼はあの、ね、ナイロビで長崎に来た時に千人の教会の牧師でしたけれども今もっと大きいでしょうけれども彼は新学生の時にイスラムの村にね使わされた英語が話せるから英語で伝道しろって言われてね900人だったり90人だったらすいません全然違いますけど900人が90人の町だったんですねそそこで伝道室に一生懸命家,が家ってかまか借りてねそしたそのイスラムの人たちは清々堂とやりますから、えっと、石を投げられ そ借りた家を焼かれた二2回か3回って言ってましたよねそのたびごとに断食して祈ってノのカをしたわけです彼霊の高の人だからガンガン何も変わらないである時彼は神様にね一生懸命だった神様どうしたいんですかって言ったらはっきり一緒に語られたんですね一言ホギブネスって、ね、ホギブネスって許しなさいってことなんです許しなさいってえって言ったので彼は言ったいや許しなさい」って言われて神様は許しようがないって はは自分は正しいことを思っている私の言われたことも私にしを投げることも悪いと全く思っていない彼らはそれが正しいと思ってやってるから許しようがないじゃないですかって言ったらね言われたのは2つ1つはバイフェイス信仰によって許しなさいでこれだ私が十字にかかった時誰もそれが自分の罪のためだと思っていなかったと誰一人そうっと思ってなかったとそして私に許しをこった人もいなかったとでも私は許したんだ 私が住院が帰った時に誰一人それが私の自分のためだと思った人はいなかったしそして誰も許しを求めはしなかったでも私は許しましたって言ったそれでねああ分かりましたって言ってねあの彼はね許しの祈りを始めた宣言してね最初は感情を伴うだけどそれでも祈ってで感情を伴って、まあ、伴って,きてそれでそしたら神様にして「ああ、行しなさい」って言ってね石を投げたり胃を焼いた人のところに近づいていったらね またらてねでまた許してそれ繰り返しちゃったんですよね、3ヶ月間、何にも来られなかったら、3ヶ月目に1人救われたんですね。その後全員救われたんです、その村。悔しさがなかったんでいうので、許しっていうのはすごい力が流れるんです、なぜかって。許しはね、十時間の力を解き放つんです。でも許しはね、聖霊の助けなしには無理なんです。聖霊が働くときは私は許せるんですね。 で26世人を、ね、考えた時にね26世人は最後ね十字架があった時に自分に向かって、えー、パウロ・ミキは秀吉から始めて旧友、ね、昔の友達の寺田半太郎自分を試験した責任者それから槍を向かってる人みんなを許しながらそして「ス様を死にてほしい」って言って殉教していったんで彼は武士だったから自分の部下に絶対こ、ね、恨み晴らすなってね あの仇討ちはするなってね、私はもう許してるからってことも込めて言ったわけですよね、許してなかったで、その殉教の姿があまりにもね、しかも賛美しながらだから、あまりにもこう生き生きしてたのでえせあの、秀吉は見せしめるためにしたんだけど、見に来てた軍衆たちがほ、みんなね、それを見てね、あんな死に方をしたいしたいって言ってね、当時死は隣り合だったから、あんな死に方をしたいって言って、逆にみんながクリスチャンにな,なっていったわけですね。ありますかねでこの 許しというのはすごく大きいんですね。で、復活されたやつ様が来て言われたことが、シャローンということと、で、使わせますよってで、その時に許せないことが起こるけれども、聖霊の力を借りて許しなさいって言われたんです、その時に首脳が慣れていくということをね、ぜひ覚えて,てほしいと思います。まあ、いろんなことが許されるでしょうけど、なんね、聖霊の力を置きましょう。聖霊様は許す力をくださいます。で、許した時に、私を通して神の力は流れます。皆さんね お互いの存在が多くの人の救いにかかってくるんです多くの人の命にかかってくるんですねで、あなたを通して神様は十字架の力と十字架の愛を流したいと思っているそれをねできなが覚えてほしいという風うに思いますお祈りします天のとおさま御言葉をありがとうございます今日はイエス様が復活された朝ですけれどもこの日に私たちが共に集まって勝利をできることをありがとうございますどうですさ そのあなたがシャロームと言っておっしゃってこられました。そのあなたの愛の中で私たちが生かされていることを知って今度はその愛を運ぶためにそのおっしゃるところにこの恵みを伝えることができるようにその中でいろんなぶつかりがあると思いますがそれでも霊の助けを借りて許しながら神の栄光を見ることができるようにどどん導いていってください。